皆さん、こんにちは。写真家の太田康です。今回の動画ではキヤノンの標準ズームレンズ RF2870F2、 RF2470F2.8、 RF2405F4、 EF2470F2.8 2型、 EF2405F4 2型、こちらの5本を作例などを交えながら解説していきたいと思います。私は普段スポーツカメラマンをしながら風景写真家として活動しています。レンズ選びの際に重要視していることは、一つ目に画質ですね。特に隅々まできちんと描写されているかっていうところを重視しています。そして二つ目が撮り回しの良さになります。どちらかというと持ち出して外で使うことが多いので、気軽に持ち運んで使えるかっていうところも重要な要素になります。で、最後が価格ですね。こういう順番でいろいろ検討しながらレンズの方を購入しています。まず EF レンズの方から見ていきたいんですけれども、 EF の24105の F4 2型ですね。こちらのレンズは、まあ、105mm まで使えるっていうことで、まあ、非常に便利で、使う機会も、まあ、今まで多かったんですけども、まあ、そろそろ R5 とかを使うようになってきて、まあ、出番が少なくなってきてるかなっていう感じです。で、写りの方も広角側で撮るとちょっと周辺が流れたりですね、望遠側は描写が甘かったりだとか、まあ、いろいろちょっと不満も多いレンズでした。ただまあ 105mm まで使えるっていうところで、まあ便利なので、まあ、ウェブとかでしか使われない仕事とか、まあ、イベント撮影とかですね、そういう焦点距離が少しでもあった方がいい場合は非常に重宝したレンズではあります。で、こちらの作例なんかでは、これは焦点距離 30mm で撮ってるんですけども、まあ、少し周辺の解像力っていうところがちょっと足りないかなというふうに思ってます。少しもやっとしてますよね。で、 24mm だともっと、流れたような形になってしまうので、まあ、あまり広角側はちょっと使いづらいかなというのが私の感想です。で、こちら EF の24-70の F2.8 の2型なんですけども、こちらの方はまあそつなく映るというかですね、まあ開放からきちんと隅々まで描写してくれるなっていう印象で、まあ、実際この24105とどちらを使うかって言ったら、まあ半々ぐらいなんですけども、やっぱりこっちの24-70の方が、例えば広告用の撮影とかで、まあ、大きく使われるポスターとか看板になるような撮影ですとか、まあ、雑誌の表紙が決まってるような時っていうのは、まあ、迷わずこちらを使ってました。作例の方も見ていただいても、まあ卒がないというか、特にケチのつけようがない写りですね。で、 F2.8 まで使えるので、例えば星空の撮影なんかの場合も、まあ、こうした星を撮るときは絞っていくと、まあ、星が小さくなってしまうので、まあ、極力明るいレンズで撮りたいんですけれども、この作品なんかは F2.8 で、撮影しているんですけれども、まあ、きちんと綺麗に星の軌跡を描けているのと、あと周辺の改造も、景色なんかもきちんと写っているので、まあ、写りに関しても、まあ、申し分ないかなという感じがしてます。で、こちらの24-70なんですけども、今価格 .com の最安値で見ると、まあ、174,730円ですね。もう20万円も切って、来てだいぶ買いやすくもなってきてるので、まあ、1本持っていても、悪くないレンズなんじゃないかなと思います。で、重さに関しても両方ともまあ約 800g ということで、まあ、24105の方は手ブレ補正がついてるんですけども、まあ、24-70の方は、
手ブレ補正がないということで、まあ、大口径レンズなんですけども軽さを合わせているので、これは本当にどちらも使い勝手、状況に応じてまあ使い分けていた、そんなレンズですね。まだ EF レンズを運用していて、これから購入しよう、標準ズームレンズ一つ購入しようという方は、こちらの24-70、こちらをまあお勧めしたいなというふうに個人的には思っています。次に RF レンズの24-105の F4 なんですけども、これは非常に RF のシステムになって、写りが良くなったレンズですよね。先ほどのこの EF の24-105とはかなり写りの画質という面では進歩していて、やっぱり RF のシステムはすごいなっていうのが実感できる、そんなレンズじゃないかなと思います。 EF レンズの時に問題だった広角側の描写に関しても、この RF レンズの24-105は非常に隅々まで広角側を使っても改造してくれるっていうことで、もうほとんどの撮影はこれでいけるんじゃないかなと。まず RF レンズを購入する際に一番おすすめしたい、一番買って損しないレンズは、まあ、これかなというふうに思います。重量も、まあ、700g っていうことで、 EF レンズの時よりも軽量化されてますね。軽量で、まあ、ちょっとコンパクトになってます。 100g の差なので、まあ持った感じ、あ、言われてみればこっちの方が小さいなっていう感じはするんですけども、まあこれちょっと R5 につけてみたんですけれども、まあ、大きさ的にも、ミラーレス化してボディが小さくなってるんですけども、まあ、レンズも少し小さくなってくれて、まあ、非常にしっくりくる、R5 や R6 にはぴったりなレンズなんじゃないかなと思います。で、現在の価格 .com での最安値が、まあ、138,105円ということで、だいぶ値段的にも、まあ、買いやすくなってきてるレンズなんじゃないかなと思います。で、次に RF の24-70の F2.8 なんですけれども、まあ、こちらのレンズはですね、まあ、持った感じ、まあ、ちょっと重くなったなっていう感じはしますよね。個人的にはちょっと重くなってしまったところが残念だなっていうことで、重量が 900g ということで、この24-105の F4 と比べると 200g の差があるっていうことですよね。で、まあ、正直個人的な意見では手ブレ補正を、まあ、つけなくて、その分軽くしてほしかったなっていうところはあります。 EF レンズの頃は、まあ、この F4 と F2.8 重さは ほぼ同じ 800g なんですけど、やっぱり IS 手ブレ補正なくしてることで、まあ取り回しの良さっていうところではもうほぼ互角だったわけですけども、まあ、RF レンズになってからは、まあ、明らかに F2.8 の方が大きくて重いと。で、キヤノンっていうメーカーは、まあ、いろんな意見、まあ、ユーザーからの意見をまあいろいろ吸い上げてそれを反映してくれるメーカーだと思うんですけども、まあ、実際 EF レンズの頃の24-70に手ブレ補正をつけてほしいっていう要望っていうのが相当あったと思うんですよね。で、RF レンズで、まあ、手ブレ補正をつけたというとこういう、まあ、形になるということですよね。ただ実際はよくこの 900g っていう重量に抑えたなっていうところでは相当すごい技術を、まあ、注ぎ込んで、まあ、作ってるんだろうなとは思ってるんですけども、ただやっぱりどうしてもこの24-105のまあ使いやすさですよね、それを考えるとどうしても重く感じてしまうっていうのはあります。で、24-105F4 の写りもすごく進歩したので、 F2.8 の方を選ぶっていう選択がちょっと私もどうしようかなと、これはちょっとキヤノンさんから、 F2.8 の方はキヤノンさんからお借りしてます。で、値段の方も272,250円ということで、まあ、F4 のレンズよりも10万円以上高いですよね。倍近い値段になってしまっているのでどうなのかなっていう感じはします。で、写りの方は
まあ申し分ないというか、やっぱり手ブレ補正がボディとレンズ合わせてまあ8段分効くっていうことなので、まあ、手持ちでまあ新しい作品が撮れるっていう意味では、まあ、IS がついてる価値もまああるのかなと思うんですけども、個人的にはぜひ新型を出すんであれば、手ブレ補正はなしでもう少しコンパクトに作ってほしいなと思います。でニコンのレンズの方は逆に以前は手ブレ補正がついていたんですけれども、 Z マウントの新しいマウントになって手ブレ補正をなくしてきましたよね。でこの辺はやっぱりキヤノンのレンズは軽いのに、まあ、ニコンは重いっていうのが、まあ、ユーザーからの意見としていろいろ上がってきて、まあ、Z マウントでは手ブレ補正をなくしたんじゃないかなというふうには、予測してますけれども、実際この F2.8 の2470を、まあ、EOS R5 につけてみたんですけれども、まあ、ちょっとねやっぱりフロントヘビーな感じは、個人的にはします。特に24105の F4 を普段使っていると、まあ、余計ね重く大きくちょっと感じるかなというところはありますね。今ちょっとバッテリーグリップを EOS R5 につけてみたんですけども、こうして持ってみると、まあ、かなりしっくりくるというかバランスはかなり良くなりますね。まあ、縦位置ので撮影するときなんかはやっぱりバッテリーグリップがあった方が、まあ、撮りやすいと思うので、うん、これはこれで使いやすいぐらいの重量バランスになってるかなとは思いますね。なので EOS R3 とか縦位置グリップ一体型のボディが出てきたら、この2470の F2.8 もしっくりくるんじゃないかなっていう感じはします。最後にこの RF の 2870F2 なんですけども、これはすごい重いですね。このレンズはこの EF レンズの広角の 11mm24mm と同じぐらいの重さかなと思ったんですけど、それよりももっとさらに重いですよね。すごいですね。重量が 1430g あるっていうことで、まあ、かなり重い。これもちょっとキヤノンさんから借りていて、この F2.8 と F2 のどちらを買おうかなと思って、まあ、お借りしてるんですけども、まあ、この2870は、まあ、確かに取り回しという面ではかなり重たいので、まあ、よくはないんですけども、写りに関してはもう本当に素晴らしいですよね。で 28mm スタートになってますけども、まあ、私の場合は 24mm とかは、まあ、非常用っていう感じで、まあ、あまり使わないですね。やっぱりちょっと歪んでしまうのを気にしているので、普段他の 24mm スタートのレンズでも少しね戻して使うようにしてます。風景写真とか撮るときはですね、あとでソフトでは直せるんですけども、まあ、ちょっと違和感ある感じになるのが、個人的にはあまり好きではなくて、そういう意味では28スタートっていうのはもう歪みもないですし、まあ、割り切っていていいんじゃないかなと思います。あと F2 っていう明るさですよね。これを新しい表現にできるっていうのと、意外に寄れるっていうところも考えて、まあ、単焦点レンズ数本分と考えれば、まあ、この2870っていう選択肢もありなんじゃないかなと思います。で、価格 .com の最安値で374,220円ですよね。ということはこちらの2470の F2.8 にプラス10万円すれば、2870の F2 が買えるということになるので、ちょっとやっぱりねこの2470の F2.8 が割高感があるかなっていう気が個人的にはしています。ぜひ手ブレ補正をなくしてもう少し軽く取り回しを良くしてくれたら、こちらも購入するかなという気はしています。まあ、今は非常にこの 2870F2 このレンズが欲しいなというふうに思っ
ているところです。 R5 のバッテリーグリップ付きにレンズを装着していましたが、まあかなりこれでも大きいですね。はい、重量級レンズという感じですけども、ただまあ仕事で使っていけば、まあそんなに気にならないのかなとは、気にならないのかなとも思います。はい。まあ、ぜひ今後も使ってみたい。そんな気にさせるレンズだなと思いました。ということで、今回はキヤノンの標準ズームレンズ5本をご紹介させていただきました。皆さんの参考になれば嬉しいと思います。よければ高評価、チャンネル登録の方をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。